坊やサブローは、日本の芸人、俳優、北海道夕張市出身。出生時の氏名は、石川博士、生後数ヶ月で寺へ、養子に出され、柴田俊秀と改名。私立北海中学校を経て、日本大学の当時あった宗教学部に進学するも、専門部の夜間の芸術学科に転部して、生学を学ぶ。吉本工業に入り、1937年に、 弟の柴敏秀、川田義夫、増田キートンとボーイズ演芸の呆れたボーイズを結成。1939年、新興キネマ演芸部に引き抜かれて、遺跡、同年、東方のッパの大久保彦左衛門で銀幕デビュー。呆れたボーイズの一員として、戦前は一世を風靡する人気を得た。呆れた ボーイズ時代戦後にグループを再結成するが1951年に解散し、以降は舞台、映画で活躍。日本映画黄金時代とされる1950年代にプログラムピクチャーとして多作された喜劇映画を中心に多数出演した。1974年には松下電機、クイントリックスのテレビ CM での外国人との掛け合いセリフ、クイントリックス、英語でやって、 ご覧よ。あんた、外人だろ。発音悪いねが流行語になった。これがきっかけとなって、松下電機から家電製品一式がプレゼントされた。1980年代以降は、大林信彦映画の常連としても知られた。後にボーイズバラエティ協会会長を務めた。晩年は、長寿を逆手にとって、まだ生きてます。という挨拶をつかみにしていた。 2002年5月24日に自宅近くのバス停で倒れ、救急車で東京世田谷区の病院に運ばれたが、25日に心不全のため死去。去年92、改名は大炎としひここじ。坊やの死後、持ち役を引き継いだ人物は以下の通り、呆れたボーイズ名義を除く、全作品シングルレコードで発売。ありがとうございます。